車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。2月9日日曜日午後6時を回りました。先週の話なんですけどもね、今年初めてディーラーの方に行ってきまして、うちの車ね、見事にまあリアシートのね、シートベルトのところがねリコールになってしまいまして、まあ、ビンゴということでね、後日交換になるんですけども、まあ、ついでにね、まあ、本当遅ればせながらドライブレコーダーをね、注文してきましたということで、まあ、前後タイプのやつで、リアのカメラもあるやつなんだよね。でね、ちょっとね、前後タイプはね、やっぱね、ちょっと高い。高かったんだけど、まあ、どうせ買うならね、後ろもついてた方がいいなと思って、後ろのやつもつけたんですけども、まあ、前の車がさ、露骨に後ろにカメラついてる車ってあるじゃないですか。ドライブレコーダーでね、プライバシーガラスでも何でもなくて、透明なね、リアウィンドウにカメラこっち向いてますみたいなのがあるので、ちょっと僕ね、あんまりリアカメラって、あれは気持ちいいもんじゃないじゃない、レンズを向けられてるっていうの、前の車が明らかに、あ、俺のこと撮ってんな、みたいな、あれね、どうかなと思ったんだけども、まあ、ちょっと今回僕はね、リアカメラ付きのやつにちょっと変えしたんですけども、まあ、純正でプライバシーガラスが入ってるので、なんとなくね、あ、ついてんだなっていうのが分かる程度なんだけども、リアカメラっていうのはね、ちょっとね、あれはね、微妙だなと思いながらもね、できればああいうのがね、ないような、なくても済むような時代になってくれたら嬉しいですけどもね、まあ、カメラがあることによって、抑止効果があるっていうのも確かなことでね、まあ、どうなのかなと思いますけどね、またリアカメラがね、装着されたらね、まあ、レポートというかお伝えしたいと思っております。今週、札幌は1週間で40センチぐらいですかね、トータルで積もったと思います。今僕もね、雪かきしてきてね、結構息が上がってるんですけども、頑張って今週もお伝えしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。この1週間の雑誌ニュース、フラッシュ。まずはじめに2月3日月曜日ですけども、今週はね、まあ、月が変わって初のね、最初の営業週でしたので、各種指標がたくさん出てますということで、そういったことがメインになってきますけども、2月3日ですね、トヨタペダルの踏み間違い時に加速を抑制するシステム、こちらの拡充をするということを発表しております。2020年今年の夏からですね、今までは障害物があるときに、急にアクセル踏んだときには、それはね、あ、ダメダメダメとね、その今アクセル踏んじゃダメですよということで加速を抑止する機能がついてたんだけども、今度からは、障害物が、ね、なくても、なんていうかな、ちゃんと踏み間違ってるぞというところで、人工知能とかで学んだ結果、これまでのこう、ね、いろんな各種データを使って踏み間違いをね判断して自動で加速を抑制するということで、より賢くなったシステムをね拡張するそうですと。で、自販連がね1月の登録者の新車販売台数を発表しておりますということで、前年同月比 11.1% 減の22万1464台、こちら登録者の方ですね。で、続いて前景事業ですね、こちらも自動車販売台数1月発表してまして、前年同月比 12.8% 減の138,639台ということで、軽自動車もね、登録者もともに減ってますということになってます。で、さらに両方合わせました1月の新車販売台数なんですけども、前年同月比 11.7% 減の36万103台でしたということで、車自体の、ね、新車販売が本当に落ち込んでるのは 11.7% 減なので、かなりの量を日本では車ね、去年と比べると売れなくなってますよということで、まあ、景気がね、いいのか悪いのかというと、そういうことですよねという感じです。で、トヨタ自動車レクサスの2019年の世界販売台数を発表してますということで、やっぱ中国のね SUV、まあ、レクサス中国人気あるんだよねということで、なんと、ね、上の方ではさ、普通車も軽自動車もね、まあ、合計で 11.7% 減だったじゃない。レクサスぐらいになるとね、2018年と比べて 10% 増だからね、76万5330台ということで、まあまあなんかね、すごい感じだなと思いましたけども、76万世界販売台数、あ、そうか、そうか、いいんだね、世界販売、世界だからね、ということで2年連続で過去最高ということになってますということです。で、あとはね、トヨタとパナソニックが EV などの車載電池のね、新会社を2020年4月1日に設立ということで、もうね、春ですね、4月1日、いいね、なんか新年度始まって新しい会社っていうね、かなりバタつきそうですけども、プライムプラネットエナジー&ソリューションズという会社がね、作るそうで、まあ今ね、そのリチウムイオン電池に、ね、変わるものとかね、そういったいろんなのやってますね。今週かトヨタがね、
あの EV 用のバッテリー、あの中古バッテリーをうまくこう、ね、社会に循環させていきましょうということで、そういったこう、ね、あの協力体制作りましょうよということで各企業に、ねこうね、働きかけを始めているみたいですけども、まあ、そういう、ね、電池の、ね、再利用とかもしていけるといいなという、ね、そういうふうなものを狙っているのかもしれませんね。であと楽天がねネット通販の楽天市場使ってる人もすごく多いと思うんですけども、これまでもね中古車販売やってたのか、あの業者さんがね入って中古車売ってるとこもあったんだけども、楽天自体も、自動車売るぞということで、楽天カーというのがね、もうすでに始まってるみたいでね、楽天カーですって、もう楽天のね、経済域がねどんどん広がっていきますけども、私もね楽天にはねお世話になってます。なんたって携帯がね、楽天モバイルですから、楽天モバイルでしたらね、もう月ね、1300円ぐらいだろう。すごくないですかね。1300円で全部使えちゃいますからね。まあ、ポイントとかもいろいろ使っての話なんですけども、すごいなと思っております。あとはですね、2月4日、日本電産がね、EV 駆動用の、モーターの新工場に総額2000億円を投じるということが、日経新聞の朝刊でね、報道されてまして、ね、やっぱり日本電産としては EV 用のモーターまでシェアすごいですから、日本の企業なのでぜひこちら頑張ってほしいなと思います。やっぱり EV はねこれから本当花だということで、かなりそちらの方に投資、まあ、電産はねこれから立て直しも必要なんですけども、ね、新しくね日産から、関淳さんでしたっけ、次期社長含みでね行かれますので、ね、ちょっと日産としてはいいんだか悪いんだか分かんないけども、電産の方には頑張ってほしいなと思います。あとは韓国ヒュンダイ自動車、国内3カ所にある全工場が稼働停止ということで、例 の、 新型コロナウイルスの影響で部品供給がね、中国からの部品供給が足りてないということで、ジェネシスですね、ヒュンダイの高級ブランドジェネシスの生産ライン稼働停止ということで、まあ、ちょっとね停止期間がどれぐらいになるかも分からずに、まあ、労使間での協議もしてるんですけども、なんせね部品がないと、車作れないということで、これはね組合がもうしょうがないよね、こんなことになっちまったからね。で1週間ほどは生産活動停止になるんじゃないかと言われてますけども、ジェネシスね、日本にいるとジェネシスなんでね、別にねそんなもん工場停止したってどうでもいいわみたいな思うけども、ジェネシスは北米で人気あるんだよね。まあ、車自体もねジェネシスの SUV とかかっこいいね、つい最近 SUV 発表されましたけども、うん、ジェネシスはね韓国ブランドじゃなかったらねちょっといいなと思っちゃうセダンもあるので、ちょっと気になった方はねジェネシス見てもらいたいなと思います。あとテスラ株ね、一時前日比 21% 高、さらに上がりましたね。先週のこの時間ってさ500ドルぐらいでうだうだしてて、それでもすげえなと思ってて、強気のアナリストがね970いくとか言ってたらあっちゅう間にね行ってしまいまして、まあ、その後ね今週ちょっとね後半にかけて垂れたんですけども、この日ね940ドル超えましたということで、素晴らしかったですね。私もね、CFD でテスラ実は、買ってまして、ちょっとね北方空間でございますと。であとねフォードモーターズがね、2019年10、12月の決算発表してまして、最終損益が約1800億円の赤字ということで、まあ、フォードはね自分のとこの国、まあ、北米で結構大苦戦してしまいまして、あとはね企業の年金、まあ、これまで働いてきた方々への企業年金を払わなきゃいけなくて、年金がね負担になっちゃってるわけね、これは大変だよねということで、こういう形になっておりますと。であとキャデラック、エスカレードの新型が発表されましたということで、こちらねご用意、写真ねご用意しましたということで、カービューさんからね引用させてもらっています。アドレスこちらになりますということで、車ねこちらになりますけど、エスカレードはねいかつい、いかついしでかいですね。ただねエスカレードもダウンサイジングのためでね、直六3リッターディーゼルターボ、ね、こちらが277馬力っていうことなんだけども、これと、まあ、もちろん、ね、V8 もあります。 V8 のガソリンね420馬力 6.2 リッターっていう、ね、化け物もいるけど、やっぱエスカレードぐらいになったらさ、やっぱ 6.2 リッター買わなきゃダメでしょうと思うんですけども、このディーゼルの方もね1500回転ぐらいで最高のトルク発生するらしくて、まあ、力強さ的にはねいいのかなと思いますけど、できればねアメ車といえば V8 ということで 6.2 リッター行ってほしいなと思いますけど、今回のエスカレードねいろいろ初の取り組み あって、ここはね、まあ、このメーターのねフードがないわけ、まあ、すごくこのね液晶がすごく発色が良いので、フードなくても視認性も全く構わないというのと、ここが湾曲してますということでね、今モニターとかでもねゲーミング用のねパソコンのモニターとかもね湾曲してるのありますけども、まあああいう形でこれね車にでは採用なの初なのかな、この、ね、湾曲した OLED パネルっていうの、まあ、これが初ですよということと、あとはねなんか
これ面白いなと思ったんだけども、まあ、エスカレートってこれ、まあ、車でかいじゃないですか。で車内は非常にでかいということで、前の人と後ろの人がねこう会話する時のために高性能マイクロフォンスピーカーを採用してまして、前席後席会話用音響システムみたいなのがあって、あのこれいいかもね。あ、まあ僕のうちの車アルファードだけど、アルファードでも後ろの人と話すの結構辛いというか、やっぱ走ってる時にねんって聞き返すこともあるので、前の席と後ろの席がこうね、そういう風にこう何気なさりげなくこうね音響で支えられてると、あの話の会話もしやすくていいのかなと思いました。あとはねナビゲーションと連動してて、これ今までもこういうのあったのかな。右折なら右側のスピーカーから、左折なら左側のスピーカーからアナウンスが聞こえる機能も採用してるということで、もしかしたらこれ前も、ね、以前のからもこういう車あったかもしれないけど、これいいかもね。なんとなく今も右側から大きく声が出てきてるような気がしないでもないけど、どうなんだろうなってことで、でもねこれ改めて聞いたら面白いなと思いました。というわけでね、新型エスカルト出てきますということで、まずは北米から今年の夏、後半か、2020年の後半から発売されていくようですと。で2月5日の水曜日ですけど、マツダが決算発表がございまして、2019年42月期の連結決算が純利益前年同期比の 8% 減になりますということで、なかなかねマツダさん頑張ってるんでしょうけどね、結構あのまあ通貨のね為替の問題もあってね、為替変動の影響も食らっちゃってるんで、マツダとしてはまあねアジアでも販売も低迷しましたし、あのマツダ3とかがね北米で焦げてしまっているので、なかなかあの辺がね厳しいなと。ただ喜びはしいのは欧州で CX30 がなかなか好調だったということと、あとマツダファンがね結構欧州の方にはいて、あの独特なカラーリングとかデザインっていうのかな、あれが好きな人が多いので、まあ、そういったねファンをねあの大事にしたいのかなと思いますけども、消費増税後の国内はズタボロな感じですね。で6日の日、この日はね、自販連からと全系事業から社名別新車販売台数の発表がありましたので、これは後ほどね、番組中ほどでお伝えしたいと思います。あとはトヨタ自動車が決算発表してますということで、2020年3月期の連結純利益、前期比 25% 増。さすがだよね、もうトヨタはこの状況でも 25% 増だよ。で2兆3500億円になる見通しだということで、さすがでございますと。トヨタはね、まあ、ホンダとかみたく、武漢市に工場持ってないんで、中国にいっぱい工場持ってるけど、武漢市にないんだけども、ないとはいえ、やっぱりね、今後のね、中国の状況からはちょっと目が離せないとか、危ない状況だということですね。で、三菱自動車の EK スペース、約6年ぶりにフルモデルチェンジしましたということで、3月19日から発売ですね。で、今回 SUV テイストの EK クロススペースというのが出てきまして、車はこんな感じ。これがね、今回新しいのが EK クロススペースというのが出てきましたというね、新たに設定しましたということと、これが通常の EK スペースの、僕ね、この写真をね、あ、これね、三菱自動車の公式サイトから引用させてもらってますけども、この写真を選んだのはね、なんかこの角度から見たら EK スペースが一番かっこいいなと思ったの。なので、ちょ色が、まあ、ちょっとね、なかなか可愛らしい色でね、男の人は選びづらい色だけども、この角度から見たらこのね、EK スペース、これかっこいいじゃないですか。なんかこれ、お、いいじゃない。なんかこう目とかね、このあたり、すごいかっこいいなと思って、ちょっと EK スペースね、ちょっと興味が湧いてきてますということでね、打倒 NBOX 頑張れるかなというところが期待したいと思います。あと6日の日はまだありましてね、ホンダが中国での工場再開を延期する方針を固めたということで、まあ、武漢市にね、まあ、工場持ってますし、まあ、今ね、昨今いろいろなね、もうこれ僕が言うまでもないよね、ワイドショーではまあ毎日のようにお伝えしてますけどもね、例の新型コロナウイルスのね、影響でございますということです。スバル、トヨタ自動車の持ち分法適用会社になりましたということが発表されております。これ後ほどちょっとお伝えします。で、2月7日の金曜日、トヨタがね、中国4工場についての稼働開始を17日以降にするということでね、こちらもね、ホンダに引き続きまして、まあ、延期だということでね、こちらも例のウイルスの影響でございます。まあ、結構中国ね、で、部品の依存とかね、中には感染者の国なんかもあるので、結構部品供給、やっぱ世界的にサプライヤーチェーンが、広がってますので、やっぱり自国だけじゃないんだね、本当に今ワールドワイドに、ね、なってるなということが本当に明らかになってますね。であとホンダが決算発表がありましたということで、ホンダね、今回ね、なんていうかな、情報修正してるわけ。なんでかっていうと、当初はね、6% 減の5750億円としていた、まあ、従来の見通しから、3% 減にやるということで、まあ、減りがちょっと減ったんだよね。それで5950億円ということで、情報修正が入っております。であと伊豆自動車も決算発表してまして、こちらは純利益 25% 減の下方修正ということで、結構タイでね
苦戦したようで、ちょっとあの従来予想よりもさらに下回るということで、イスズはね、ちょっと打撃が大きいかなということで、早急に、どこかの会社と、M&A なのか資本提携なのか、しないとかなという感じがいたしますね。あとはインドでね、2年に一度開かれます国際自動車ショーオートエキスポが一般公開が始まってますというのと、トヨタのガズレーシングですね、スーパー GT の、今年の活動計画が発表されてまして、まあ、なんといっても今年 GT500 からはね、一番変わったのは何かというと、レクサスがなくなったと、レクサスいなくなりましたと、LC500 いなくなって、全部 GR スープラになりますよというのは、これが一番の変化だということで、まあ、こちらの説明があったというのと、まあ、GT500 ではこの GR スープラ、6台出てくるみたいで、6台、まあ、支援する体制ですよというのと、GT300 クラスではプリウス PHV が2台、GR スープラが1台、レクサスの RCFGT3 が4台ということで、こちらは、ね、スポンサードとかサポートしていく体制のようですということで、2月8日特になしというね、こんな感じの1週間でございましたけど、まあ、あの月始めなのでやっぱり、ね、あの各種指標が多くて、やっぱりどの指標もあのいまいちだね、全体的にやっぱ車が売れなくなっている時代になっているというのはもう間違いないというのが、ね、裏付けられた結果になっていますということで、まあ、あの1月の国内新車販売台数だけども4ヶ月連続で前年実績を下回ってますということで、まあ、本当国内車が売れないのもあるんだけど、特にねこれから今月2月ね、なんたって、まあ、フィット出てくるし新型ヤリスも出てくるので、ここがね、あの、まあ、買い控えがあったんじゃないかっていう、まあね、アナリストさんはこうやってなんかすごくプラス思考に見るけど、そんなに買い控えあったのかなと思うけど、でもね、これ買い控えが本当にあったとしたら、こうフィット爆発的に売れるんじゃないかな。まあ、ヤリスも爆発的に売れるかもしれないけど、なんか身の回りにね、自分の周りに買い控えてますよっていう人いますか？私の周りにはね、私車買うの買い控えてますって言ったらあんまりいなかったけどね、まあそういう人もいるのかなっていう感じですね。あとはね、スバルがね、トヨタ自動車の持ち分法適用会社になりましたということで、あの持ち分法適用なので、トヨタがね今回スバルへの出資比率が 16.8% から 20% までに上昇したので、まあ、その 20% 分の比率に応じたこの投資分に対する応じたこの金額をトヨタ側の損益の方に入ってくるという、そういう会計システム上はそういう風になるということで、まあ、この辺はね詳しくはね税理士さんに聞いたらいいかなと思いますけどね、あのただ持ち分法適用会社になりましたということをここで発表してますんで、まあ、これ何かっていうと、トヨタはスバルに対して影響力を及ぼすことができますということの、この宣言というか、あの法律上そういう持ち分法適用会社になるというのはそういうことなので、あの、まあ、今までも、ね、16.8%、ね、あの出資してましたし、まあ、劇的に、ね、これスバルも受け入れてますから、劇的になんかその、ね、あのなんか状況が変わるってわけじゃないし、秋葉社長はそういう、ね、なんかそのなんかスバルを食い物にしようとかそういう方じゃないと思うので、別にスバルファンは別にそんなにね、スバルファンってなんかね、スバリストとか言うんですか、なんかトヨタとかね、こう敵対意識高いかもしれないですけども、そんなこと言ってる時代じゃないので、お互いのいいとこ強みを出し合ってっていうところなのでね、まあ、ただスバルの経営陣としてはそういう決断をしていますので、ね、100年に一度の自動車業界のね、この激進ケースへの取り組みとかね、うまく進めていけるなと、進めていけるといいのではと思いますけども、あの、まあ、ただここでいいのはさ、トヨタグループは1年間で世界新車販売台数って1074万台なわけで、スバルが104万台なわけで、これ足し合わせると1178万台になるわけ。これはフォルクスワーゲンを抜けるわけなので、日本としてはさ、僕ねこれ言ったら本当ね、いろんな人に怒られるかもしれないけど、フォルクスワーゲンってあんま好きじゃないんだよね。なんかそのアウディっていうのももっと言うとはあんま好きじゃないんだよね。なんでかっていうと、子供の時のアウディ100とかさ、アウディ80とかのイメージがあるのイメージがあるわけ。結構さ、で隣のね人とかね、あのうちの父親のご友人とかがねアウディ乗ってたわけ。で僕は今から40年ぐらい前だよね。だからその時のアウディがね、なんかすごいね内装が雑でね、なんか古めかしかったんだよね。であの時のイメージのまま育っちゃったもんだから。昨今のアウディとかよく知らないんだけども、なんか僕ねフォルクスワーゲンとかに、ね、負けてほしくないわけ。なのでトヨタとスバルがね足し合わせてねフォルクスワーゲン抜けるんだったらね、あれやるいいじゃないかとね、フォルクスワーゲンなんかに負けんじゃねえと、で日本のね強さ見せてやるっていうところで、僕個人的には嬉しいんだけどもね、まだフォルクスワーゲンねダメだと嫌いだとか言ったらね、結構乗ってる人多いですからね。でも日本でやっぱね、まあ、ベンツの次にね BMW フォルクスワーゲンって感じですしね、この辺はね、うやむやにして終わりたいと思います。というわけで、この1週間の自動車のニュースでした。
大好き僕のラジオ。はい、ここからはね、社名別新車販売台数ランキングをお伝えしたいと思います。毎月恒例ですね。また1ヶ月経ったんだなと思いますけどもね、早速始めていきたいと思います。まずは登録者の方から見ていきたいと思いますけども、1位がライズ、前月2位からワンランクアップで初のね、ライズ1位になりましたということで、1位がライズ、2位がカローラ、前月1位からワンランクダウン、3位がノート、前月6位からの3ランクアップですね。4位がシエンタ、前月から変わらず、5位がセレナ、前月13位からの8ランクアップ、6位がフリード、前月5位から1ランクダウン、7位がプリウス、前月5位から1ランクダウン、7位がプリウスでしょ、で8位がアクア、8位がアクア、前月9位からの1ランクアップ、9位がルーミー、前月7位から2ランクダウン、10位がボクシー、前月11位からの、1ランクアップということで、10位圏内こうなってますということですね。で11位がラブ4、12位がアルファード、13位がタンク、14位がインプレッサ、15位がソリオ、16位がビッツ、17位が CHR、 18位がベテル、19位がステップワゴン、20位がノア、21位がロッキー、22位が CX30、 23位がエスクワイア、24位が CX5、 25位がエクストレイル、26位スイフト、27位がフォレスター、28位がマツダ2、29位がパスト、30位がベルファイヤーとなっておりますということで、最大のね上げですけども、24位の CX5 ですね。こちらね、前月41位からのね17ランクアップということで、 CX5 がね、上がってきましたということで、ね、なんかあったかな、わかんないけどね、ずいぶん、マツダってさ、またこの話になっちゃうけどさ、指標が揺れるんだよね、すごいね。だってね、最大の下げ、ね、39位のマツダ3なんだけどね、23位から16ランクダウンの39位ですよということで、あのね、安定しないんだよ、マツダの車ってね、このね、すごい振れ幅が大きいわけ。何なんだろうね。まあ、ちょっとあまり深くね、触れないようにしておきますけども、今回一番の目玉はライズ、1万220台で首位ですよということで、まあ、札幌はね、うなずけます。いっぱい走ってる。結構見る。なので、受注も好調ということで、発売からの1ヶ月間で約3万2000台ということで、目標の8倍をね、記録してますと。で、車内空間とか荷室も広いし、高い安全技術も好評ということで、結構ね、コストパフォーマンスもいいんだよね。結構この値段でこの装備もついてるんだってことで、まあ、ライズ行くだろうなっていうので、これはね、僕、車的なデザインもそんなに悪くないというかね、あのぐらいのね、1000cc ぐらいでしたっけ、あのサイズにしてはすごくいいなと思いますし、装備もね、価格もいいなって言ったら、それは買うだろうなということで、まあ、このね、ライバル車とか、ライバルじゃない、全然ライバル、同じくれば、ロッキー、ダイハツ側のロッキーと結構差がついてしまってますけどね、ロッキーも頑張ってる感じですね。で、あと9月に全面刷新したカローラもね、やっぱりね、人気健在なわけでね、カローラも調子がいいですよということで、前年同月比の 29.2% 増ということで、カローラもね、絶好調。で、3位がノートということで、ノートはね、前年同月比、34.2% 減ということで、まあ、ノートは仕方ないね、7529台ということで、もうね、なんかちょっとさ、うすらうすら変わるんじゃないかとかさ、さすがにもう、ね、市場の秋も来てるだろうし、だいぶ走ってるしね、新鮮味がない車になってしまったよね。いいパワーしかないからさ、もうさ、だからなんとかね、こういう時にさ、新車をバンバンと出せれば、トヨタとかって力強くて、日産はね、もたもたしてますねっていう感じがいたしますけど、で、インアウト見ていきますと、CX5 がその入ってきましたっていうと、フォレスターはね、36位から27位に入ってきましたということです。で、アウト CX8 ですけどもね、29位から37位ね。マツダの車はね、ほんと多いでしょ。で、アウトがマツダ3が23位から39位に下がってますということで、なんかさ、本当に訳が分からなくてね、マツダの車っていうのは不思議だね。で、軽自動車の方ね、移っていきたいと思いますけども、1位が NBOX、2位がデイズ、3位スペーシャン、4位がタント、5位がムーブ、6位ミラ、7位アルト、8位ハスラー、9位ワゴン R、10位 N ワゴンとなっておりますということで、やっぱりね、NBOX は強い。2位のね、デイズとの差がね、4687台ということで、まあ、文句なしだね。NBOX がもう強いのはもう本当よくわかった。だけどね、注目したいのはデイズかな。デイズってさ、こう日産でしょ？日産をね、下支えしてるのがデイズなわけ。日産もね、いよいよホンダだけじゃなくてね、K の日産となってしまうんじゃないかというね、悲しい感じがしますけどもね、デイズに下支えされてる日産。
さあさあどうなんでしょうかと思いますけども、で総合の方見ていきたいと思いますけども、総合ランキング1位 NBOX 18,953台、2位 DAYS 14,266台、3位がスペシャ12,411台、4位がタント12,332台、5位がライズ、ここであと登録者入ってきました12,220台ということで、危なくね、ベスト5全部軽自動車かと思いきや、まあライズが食い込んだけども、ライズももうね 1000cc ぐらいの車だから、あもうあれも軽自動車みたいなもんかなということで、もうなんかまあやっぱコンパクトなんだね、ちっちゃい車の方がいいなというわけなんだね。で6位がね、乗ってないですけども、6位がムーブ8957台、第7位がカローラ8480台ということで、なかなかやっぱりねこの NBOX とかね、この辺のデイズスペーシア、今回ねあの新しい車って EK ワゴンとかもね今回から出てくるのかなと思いますんで、まあ軽自動車のねランキングがそのまま、総合ランキングで来たかなみたいなね感じが今後もつなが続くのかなと思いますけども、2020年1月はこのようなランキングとなっておりました。というわけで今週は新車名別新車販売台数ランキングのお話でした。はい、それではエンディングになります。今週で中古のプラグインハイブリッドの車が PHV ですね、こちらが売れてるという、ね、ニュースが、ね、見まして、電動車の、ね、国内販売台数、まあ、EV が先行最初はしてたんですけども、ここへ来て、ね、中古の PHV 車、まあ、特にアウトランダー PHV ですが、こちらが、ね、すごく売れてるということで、 EV の、まあ、その PHV 自体が、ね、2倍以上だったという販売店もあるらしくて、 PHV が、ね、すごく今、ね、人気、中古車市場では。なんでかっていうと、やっぱ新車の車よりも安いっていうのがまあ中古の魅力だし、あとはやっぱこうガソリンが入れれるということで、EV だけじゃなくてガソリンにも頼れますよという安心感が、ね、あるんだね。であとは発電ができますというところで、やっぱ去年災害が多くて、もう停電が、ね、長引いて、あんな思いはしたくないと。でなんかアウトランダー PHV とか、ね、満タンにすると10日程度の家庭用の電源を賄いますよということで、まあ、一軒家にお住まいで電源を、ね、その家の中に給電モードとかにして、供給できるんであれば、アウトランダー PHV とかいいよね。災害の用途にも使えますし、まあ、キャンプに行った時にもね、そういう風な意味で SUV でいいのかなと思いますので、アウトランダー PHV はやっぱすごく、ね、人気だということが出てました。あとプリウスもね、PHV 出てますし、非常にやっぱそういう発電用にできるっていうところがね、新たな車の選び方として、まあ、燃費がいいとかさ、これまでかっこいいとかさ、所有するステータスがあるっていうんだったんだけど、これからは非常時の発電用の車、電源供給用の車っていう観点から車を選ぶという、本当にこれまでなかった、 とりあえずさ5年ぐらい前はそういう基準なかったじゃない、観点がなかったと思うんだけども、今はそういう風になってきたんだなということで、非常にね面白いなと思いました。でただこれね、やっぱり一軒家の方だよね。都心のさ、タワーマンションとか住んでる人さ、ね、PHV 買ってもさ自分家に給電できないよね。マンションに住んでるとこでさ、マンションの人全員が PHV でね、カチャカチャってこう繋ぐとこがね何個もあったらさ、なんかエレベーターぐらい動くかもしれないけど、ちょっと難しいと思うので、やっぱ一軒家に住んでる方限定なのかもしれないですけどね、この PHV でねこう電源賄えるというのは嬉しいのかもしれませんね。であとはあさって建国記念日でねお休みっていうね方も多いかもしれませんけども、私もねあさってねちょっとスキーに行きますということで、まあちょっとね今年ね久しぶりにいっぱい滑ってますね、まあちょっとね雪もいいのが降ったんでね、美味しい雪をねちょっとね食ってこようかなと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。